続投ありがとうございます。ちょっとぎっくり腰になっちゃったんです。はい、なんでぎっくり腰、ぎっくり腰なんでちょっとぎこちないですけど、腰がだいぶマシになりましたけど、はい、しんどそうです、ね、腰がやばいです。コルテットとりあえずちょっと今日は取ってはいやります。はい、では始めたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日は盛りだくさんなんですけれども、入荷速報ということでダイアピア39と、アントレースの、はい、新入荷をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日量多いんでね。そうですね、はい、まあ、皆さんのこう大事なお昼休憩を取ってはいけないので、今日は僕の腰がの調子が悪いというところと商品の量が多いというところでサクッといきたいと思います。はい、いつもサクッとと言ってるんですけど、サクッとならないんですよね、これが。はい、ちょっと熱が入っちゃうんでね。はい、じゃあ今日はサクッとお願いします。じゃあサクッといきます。お願いします。はい、ざっとまあこうざっと揃ってるんです。はい、ここまでダイバピア盛りだくさんで、はい、はい、で今回、まあ、結構メインどころというか、やっぱりベーシックなカットソーを今回はあのダイワピアの方はメインにしてます。メインで、品揃えを結構してます。はい、で、今まではやっぱりちょっとこうね、どちらかというとちょっとアウトドア色が強かったりとかミリタリー色が強いような、まあ、そういうアウター類をアウターとかちょっと大物類を中心に買い付けしてたんですけど、やっぱりそこからベーシックなものの方の商品の方もすごく実際自分も着てて結構着やすいなと思っていたので、結構ベーシック商品の品揃えをかなり増やしました。はい、で特にこのカットソー関係をカットソーシャツ関係を増やしております。もうザザザッと紹介するんでザザザッと言ってください。はいはいはい、まずまあもうとりあえずご存知、もう一番絶対買ってくださいという素材の、カットソーのシリーズで新しいフットボール型が新登場という形で、出ます。はい、生地はいつも通りこのプレーティングしてる、いわゆるまあポリなんですけど綿大工なタッチで、かなり、乾きも早い、洗濯も早い、うん、もう僕これ長袖この後紹介しますけど、でもちろん半袖も今から入ってくるんです、うん、でかなりの量を、今回あるんで毎シーズンすぐなくなっちゃうから、今回は結構カットソーはやっぱり僕もやっぱり3枚4枚って同じのを買ってるので、まあ、そういうお客様にと思って、結構充実させてます。で、まずそのシリーズで新しいのがその先ほどお伝えしたこのフットボールシリーズ。はい、はい、いつもの定番の素材で新型です。はい、ありがとうございます、はい、こちらテックフットボールシャツ、お値段が11,550円、カラーがホワイト、はい、ブラック、ネイビーの3色で、サイズが S、M、L、XL の4サイズとなっております。はい、僕で L ですね。もう、はい、カットソーは僕は L です。こちらは、フットボールのタイプは、同じくこうドローコードついてますんで、普通のロンティー感覚で着ていただいても問題ないと思います、うん。はい、デザインがね、少しね、フットボールの真ん中に線が入ってるって感じですね、うん、はい、はい、じゃあ続いていっちゃいます。はい、お願いします。はい、続いて、まあこれは、はい、まだゲットされてない方がいらっしゃいましたら、はい、これはゲットしてください。ですね、ぜひ。はい、ロンティーです。はい、これもうめちゃめちゃ使えます。
同じ素材ですかね、はい、もちろん、はい、同じ、はい、ポリの全く同じ素材、まあ、あの定番の素材ですね、うんまあ、特に白、まあ、僕がよく着てるのは、まあ、でも長袖だとね、白、ネイビー、黒、この3色どれもいいと思います。半袖はやっぱ白が一番きますけどね。うんうんうん。はい、もう特に言うべきことありません。はい、ありがとうございます。下にドロストがついてますね。はい、これもドロストある定番のタイプですね。はい、で、こちらがテックドロストリングロングツリーブ T シャツ、お値段12,100円で、こちらもカラーホワイト、ブラック、ネイビーの3色、サイズが S、M、L、XL の4サイズとなっております。はい、僕は L です。はい、さんは L サイズ。はい。まあ、ものによってね、中に着るとき M 着てますけど、基本は L 中心に着てますね。うんはい、で、はい、今回はあ、まあ、素材は少し違うんですけどね、うん、ボーダーのカットソーも入れてます、はい、まあ少し懐かしいですよね、まあ、アニエスだとかをそうあの彷彿するようなあの太ボーダーですね、うんうんうん、はい、はい、これも特に言うべきことはありません。同じくドローコードついてるタイプですね。こっちの方が若干生地薄く感じるかな、まあほぼ多分組織的には変わっていないのかなとは思うんですけど、うんうんうん、一応組成を見ときましょうか。ポリエステル100、はい、ありがとうございます、はい、こちらドローストリングボーダーロングスリーブ T シャツ、お値段が税込み14,300円で、うん、カラーがホワイトグリーンとホワイトネイビーの2色、はい、サイズが M、L、XL の3サイズとなっております、はい、サイズ感はもう全く一緒です。なので、はい、ロンティ、着てる方はもう全然同じサイズでいいと思います、はい、はい、ありがとうございます。可愛いと思います。特にこの辺の色とかね、うん、ネイビーも、まあ、夏場でもね、全然着れるぐらいの、うん、いつもの、まあ、この速乾の素材ですので、はいはい、ポリエステル100。今ちょうどコメント来ておりました、はい、今着てるシャツは XL ですか。いえいえ、これで L ですよ。これで L サイズ、はい、後ほど、はい、後ほど紹介しますけど、はい、細かくこれも普通のシャツとはちょっと違うので、はい、紹介します。はい、はい、はい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 、続いていきましょう。はい、続いて、はい、お願いします。ちょっと腰の僕のね、限界値がありますからね。はい、そうですね、ずっと立ってると。あ、立ってる方がいいんです。あ、立ってる方が座るのがちょっとしんどい。そうなんですね。はいはい、じゃあ次が、はい、まあ90年代いわゆる J クルーを彷彿させるような細マルチボーダーって感じですね、はい、これもアメリカ人っぽいんですけど、まあ、素材がヨーロッパっぽく、先ほどの素材よりも結構ストレッチが効いてるような感じの素材になってますね。ざらつき感はあんまりないです。柔らかい素材ですね、うん、同じく裾ドロストで、サイズ感も同じ、ほぼ一緒、はい、これ可愛いと思うんですよね。結構クラシックな古着っぽくてね、うんうん、こんな感じの4色ですね、はい、ボーダーの。ありがとうございます、こちらドロストリングボーダーロングスリーブ T シャツ、お値段14,300円で、カラーがネイビーボーダー、ネイビーボーダー、ネイビーグレー、あ、ネイビーボーダー、あ、ネイビーグレー、はい、そちらがネイビーグレーです。はい、でネイビーボーダー、はい、赤のタイプですね、はい、でグリーンブルー、はい、グリーンブルーとバーガンディーマスタードの4色で、サイズ S、M、L、XL の4サイズとなっています、はい、もうこの辺はもう本当にあのサイズも S から XL まで揃えております、はい、なので皆さんあのサイズも合うし、まあ、多少ボーダーの方がちょっと数少ないんですけど、うん、はい、もう結構ずっと着れるから、特にこれから、まあ、ちょっとまだね、気温不安定で寒いんですけど、まあ、20度前後ぐらいになってきたらもうほぼ毎日これでいいんじゃないかっていう感じです、うん、洗濯ガシガシいっちゃってもらっても速乾するんでいいと思います。はい、続けてポロですね、はい、ポロシャツですね、はい、もう今回ポロも入れてます、うん、まあ、ポリのポロですね。結構サイズ感も同じオーバーサイズ感が出て、うんうんうん、まあ、このあたり襟ありなんかね、今年なんかすごくいい1枚でいいと思いますんで、ショートパンツだとかデニムなんかにも合わせてもいいだろうし、こういうナイロン系のものにもすごく相性いいんで、うん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 、はい、あとボーダーです、はい、ボーダーも、はい、ボーダーもあります、ね、
はい、こちらテックポロシャツロングスリーブ、お値段税込み17,600円で、カラーホワイト、ブラック、ホワイトネイビーの3色で、サイズが MLXL の3サイズです。はい、これはね、S をあえて外していて、まあポロシャツピタッと着るとやっぱりどうしてもいい感じのこの今っぽさ出ないんで、うん、M からにしてるんです。僕で L でいいんですけど、こっちはドローコードなくて裾にスリットありって感じですね、うん、はい。なんで普通のまあカノコに比べてもかなり柔らかいですし、まあポリなんで、まあこう伸び縮みがあって洗濯しても乾きやすいというメリットがあります。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、続いてシャツなんですけど、このタイプですね、はい、これも合成の、これはポリですかね、ポリ100ですか、こちらは、はい、ポリ100です、はい、ポリ100のまあブロードっぽいシャツですね、うん、はい、でこれは一応ブルーで、あとホワイトもあります。ホワイトですか、はい、ブルーホワイト、はい、まあ、個人的にはブルーが好きなんでブルー着てます。これで L です。で、次に紹介するオックスフォードのタイプ、ボタンダウンのタイプも一緒のシルエットで、ここ袖見てもらうと分かります、袖ダーツが入っていて、ちょっとこうミリタリーシルエットになってるんです。なのでプレーンなシャツっていう形じゃなくて、まずポケットが大ぶりで、ポケットの中にさらにもう一個ポケットある、で袖がアクションプリーズついてる、いいんじゃないでしょうか、はい、っていうところで、これが同じく、ストライプボタンダウンです。こっちの方は3色入れてます。はい、ありがとうございます。はい、無地の方からですね、はい、無地は、はい、はい、こちらが、テックシャツロングスリーブソリッド、お値段が税込み18,700円で、カラーが今村瀬さんが着てらっしゃるサックスと、今ちょっとこちらにはご用意ないんですが、はい、ホワイトの2色、サイズが SMLXL となっております。はい、これで L ですね。はい、まあ割とたっぷりって感じですね、うん、サイズに関しては。はい、はい、続いて、ボタンダウンの方です。こちらがお値段が19,800円で、サイズグレー、あ、カラーがグレー、ネイビー、ピンクの3色で、こちらも SMLXL となっております。はい、なんで僕ねちょっとこれオーバーサイズでこのサイズ L なんで、 M でもちょうどいいぐらいかなと思いますね、うん、あ、172cm、65kg、普通体型ですがシャツは L でもいいですかと着ております。まあたっぷり着たいんだったら L ですけど、結構オーバーサイズって感じに感じると思うんで、まあちょいゆるぐらいがいいなって感じだったら、僕は M をおすすめします。M サイズでいいと思います。 M サイズということで、はい、はい、ピンクが可愛い。ピンク可愛いですね、はい、ピンク好きなんで僕、春らしく、はい、ピンク好きなんで、あ、そうなんです、はい、ピンク好きなんで特に回転なんで、はい、大丈夫です。はい、はい、なので結構たっぷりしてますよ。まあ XL ぐらいある、まあ通常のシャツだったら XL ですね、 L で、なんで M で L ぐらいと思ってもらえばいいかなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いて、まあこちらも、まあ、ポリのタイプのいわゆるシアサッカーのセットアップな感じですね。ダブルの、はい、まあ珍しいですよね、ダイワピアの中で、うん、ちょっとまあトラッドな感じ、うんうんうん、で着れるタイプのブルーのストライプと、あとまあネイビー、こちらもシアサッカータイプですね、うん、まあ、シアサッカーっていうのはまあこういう感じでね、凹凸があって、まあ夏場にも表面が凹凸があることによって、まあ、肌にタッチする面積が少ないので、うん、清涼感があって着れるっていうのが、まあ、このシアサッカータイプですね、はい、はい、まあ、もう夏でも着れちゃうよってやつです。そうですね、はい、はい、ではジャケットからですね、はい、テックダブルブレストジャケット、お値段が税込み47,000円で、カラーがネイビーとブルーストライプ、はい、でサイズが SML の
フリーサイズで、はい、これは結構 L でもたっぷりしてるんで、まあ僕で、まあ、大きく着るんだったら L でもいいかなって感じですけど、うん、まあちょっとしたフォーマルとかねにも使いやすいから、ジャケットでまあカバンの中ぐちゃぐちゃって入れて、中はねこういう感じでメッシュになってるんで生地も薄いですから、うん、まあ、これで M ですね、これでいつもの感じと一緒 M でこれぐらいなので着れるんで、はい、まあジャケットというよりはカーディガンみたいな羽織っていう感じですね、うん、はい、はい、M で奥でちょうどって感じですね、はい、パンツの方、はい、でパンツの方が、テックワイドイージー、トルーズですね、パンツ。2ポケットトラウザー。お値段が31,900円で、ブルーストライプ、ネイビーの2色。こちらもサイズ SML の3サイズとなっております。はい、パンツはもう僕は M ですね。でこれは一応裾がドローコードがこうついてるので、うん、ギュッと絞って、いつもの定番のパンツと同じシルエットになってますね。はい、ありがとうございます。はい、サクッといってますねそうですね、いい感じでサクッといってますね、はい、すごい腰が限界を迎えそうなんで、あ、大丈夫ですよ、立ってるのはまだ平気、あ、座ると本当にね、座って立つ作業が厳しい、あ、はい、で、今回、まあ、かなりまあ、目玉かな、目玉シリーズのこの、はい、超軽量のナイロンの、うん、3ピース、うん、これはいいでしょう、うん、まあ、今までちょっと出てたものと全然ちょっとねこのね感触が違っているんです。まあとりあえずベストからいきましょうか。ベスト、はい、ベストブルゾン、まあ、色を割れしちゃうとあれだから、紹介の仕方をこうしましょう。こうしよう。はい。はい、ブルゾン、ベスト、僕が今履いてるこのパンツ。で、かなり軽量のナイロン。うん、まあ、すっごい柔らかくて軽い。なんで、張り感は全くないタイプですね。うん、今回のタイプは。はい。で微妙にまあちょっとリップストップ、もうマイクロリップストップみたいな形になっていて、もう夏でも全然いけちゃうぐらいこうもう透けてますよね。わかります？はい、ちょっと画面だと伝わりづらいんですけど、はい、かなり軽い、はい、の3ピース、はい、で、この上は両方ともリバーシブルなんですよ、うん、はい、もう履いてる感じ、これパンツサイズ L ですけど、まあ、履いてる感じはもうほぼない、等しいぐらい軽量です。はい、でこれが今回結構一番おすすめで、ベストもリバーシブルで使えるし、ブルゾンもリバーシブル。まあベストはリバーシブルで使うことの方が多いかな。ブルゾンはそんなリバーシブルでしなくても、まあ、普通に着ると、サイズはいくつかな、 L ですね、まあ、僕はこれはサイズ L でもいいぐらいかな、うん、L でこんな感じですね、はい、これが表です。もう本当に T シャツの上に活躍するの間違いなしですね、これは、うんうん、それぐらい着心地が良くて軽い、しかもまあナイロンなんですけど、そんなにこう何て言うんですか、スポーティーすぎない、うんうんうん、ベストいつ発売ですかとコメント来てるんですが、ダイワピアは、来週の火曜日の3月の26日発売となります。ベスト裏良くないですか、これメッシュ分かります、透けてるの、はい、このメッシュこれぐらい透けるぐらいの薄さなんですよ、素材が、うん、手が透けてると思うんですけど、うんうん、はい、背中がもうほんとすごい透けてる、すごいですね、はい、多分
これコヨーテのこのベージュっぽい色とブラックとネイビーなんですけど、はい、この色見たら分かりますよ、メッシュが透けてるの。若干分かるかな。あ、はい、今見えてると思います。はい、ありがとうございます。ブライト薄いこのコヨーテもすごくいいですよ、うん、ね。はい、ベストから紹介いきましょうか。はい、染まりました。ベストがリバーシブルウィンドシールドベスト、お値段が税込み36,300円で、カラーブラックとネイビーとベージュの3色で、はい、サイズ S、M、L、XL の4サイズとなっております。はい、僕で L ですね、これで。ラチさんで L サイズ、うん、はい、女性の方は S でも似てるんで。そうですね、かわいいですね。はい、かわいい、はい、まあ、本当ダイワの得意ですよね、ここら辺の、うん、じゃあこの感じはね、いつも定番で出てる3ピースのタイプ、はい、僕もまあセカンあの何着か持ってますけど、これはブルゾンですね。はい、ブルゾン、はい、で、まあ、今回はダブルジップじゃないんですけど、逆回ではなくてこれでエールって感じですね。はい、はい、こちらもリバーシブルですね。はい、ものすっごい柔らかいですね、うん、これはまあ中シャツが見えない方がこれぐらいでセットできた方が、うん、ちょっとしてる感じですね、うん、まあ、もちろんこれアクションプリンツが、ね、それも入っていてミニタリアもあるんですね。はい、はい、ありがとうございます。こちらもリバーシブルウィンドシールドジャケット、お値段が税込み48,400円、カラーブラック、ネイビー、ベージュの3色、サイズ S、M、L、XL の4サイズです。はい、結構なんで先ほどもお伝えしたんですけど、そんなにすごい、まあ、ダイワに関しては割とそのベーシック中心の品揃えをしてるんですよ。来年も、まあ来年というか秋冬は、まあ、でも秋冬は新作多かったからそうでもないかな。ただまあベーシックなものを結構そのいろんなものと重ね着しやすい、いわゆるなんていうの、無味無臭的なやつを結構多く仕入れてて、もうあの要はもうウィークデイからウィークエンドまで全部使えちゃうよっていうやつなんで、すっごい重宝すると思います、うん、これも本当その一つですね。はい、続いてパンツですね。はい、パンツです、はい、テックウィンドシールドパンツ、お値段税込み35,200円で、こちらもカラーがネイビーブラックベージュの3色、サイズ S、M、L、XL の4サイズです。はい、僕で L です。これは、まあ、いつも M なんですけど L ぐらいで履いてもいいかなって感じですね、うん、夏場ですしちょっとゆったり履きたい。で、裾はこういう形でパイピングのゴム使い、はい、うん、になってる感じですね。まあ似たようなやつばっかりになっちゃいますよね。まあでもちょっと違うんだよ。ちょっと違うんですよね。だからそのちょっと違うので気分を変えるみたいな、うん、まあそんな感じですね。はい、以上、はい、ダイワピア。以上ですか。以上ですね。以上ダイワピアさん。はい、はい、ダイワピアに関しましては来週の火曜日26日、はい、オンラインストアにて発売となります。はい。はい、じゃあ、これは伸びましょう。とりあえず、はい、続いてアントレースの方の新作ですね。はい、アントレースは明日発売です。明日発売ですか、はい、まあ、アントレース明日失礼いたしました、土曜日ですね。土曜日、明後日発売となります。はい、失礼いたしました。まあ、アントレースの方は全部が、まあ、僕の好きなウール素材のタイプのものですね。はい、まあ、この後も似たようなものが出てくる可能性はあるんですけど、はい、どうしようかな。まあ、全部セットアップ、まあ、芸がなくてすいません、はい、全部、セットで着れるシリーズっていうので、しかも素材がトロピカルウールかな、これはさ、ですね、ウォッシャブルのトロピカルストレッチジャケットっていうタイプですね、うん、結構ストレッチが効いた、ウールの、うんうんうん、混合の素材っていう感じになってますね、はい、こちらそうですね、ポリウレタンも入ってますね。はい、ポリウレタン入ってるので、はいはい、結構だから、まあまあ、こういうナイロン系のものにウールを合わせるスタイルが好きで、逆に
スラックスにナイロンを合わせたりとかするスタイルがリアルベストとしては結構おすすめスタイルで、僕は好きなスタイルなので、うん、まあ、あのこの辺は欠かせないかなというところで、まず、ジャケットですね。はい、ジャケットから結構これもたっぷりめなジャケット、ジャケットって言っていいのかっていうぐらいなジャケットですね。よくダイワとも少しデザイン的には似てるんですけど、こんな感じで着れるんですよ、うん、はい、まあ、これ今チャコール着てるんであれですけど、まあ、今パンツがネイビーなんでネイビーを合わせた方がいいかもしれないですね。色は3色あるシリーズで、どちらかちょっと、まあ、ウール 100% ではないんで、まあ、どちらかちょっともちっとした素材ですね、うんうんうん、これで合わせると多分雰囲気がわかるかなと思いますね。これはダークネイビーかな。ダークネイビーです。はい、でこれでサイズ2ですのジャケット、うん、で襟が、まあ、あの落としてもこう着れるし、うんうん、立ててもブルゾンっぽく着れるよ。でサイズは1と2でこれで2ですね。で袖の仕様も、まあ、ボタンが一つ つけれるようで、あの調整できるようになっているので、こう閉じると、うん、まあ、同じくこうアクションプリーズがある感じですね、うん、まあこういうのばっかりになっちゃいますね、うん、すみませんちょっと似たようなものばっかりなんですけど違うんですよ。そうですね、でも全部どれも合わせれるようになっていると思うので、うん、はい、こんな感じで、まあ、これダイワの下パンツですけど、まあ、アンドレスのこのジャケット、うんうん、はい、で、同じく、こちらが、ドローコードがついたタイプの、アントレスの定番の、まあ、ワイドパンツですね、はい、それとカットソー、カットソーというかクルーネックの、うん、まあ、この前別注のタイプのストレッチの、まあ、ナイロンストレッチのものを出しましたけど、それのいわゆるウォッシャブルシリーズですね。こっちの方がどちらかというとちょっと目がつるっとしている感じですね、うん、で、デザイン的にはサイドがこうジップで開くシリーズですね。こちらの方はなのでサイドをジップ開くんで、あのこう A ラインでも切れちゃうよっていう感じですね。はい、はい、以上です、はい、ではじゃあジャケットからご紹介、はい、します、はい、こちらストレッチジャケット、お値段税込み51,700円で、カラーがダークネイビー、チャコール、ブラックの3色、サイズが1と2の2サイズとなっております、はい、結構2でたっぷりですね、はい、僕でこれで2なんで、うん、はい、な感じですね。色がチャコールとブラックとダークネイビーの3色です、はい、3色、はい、続いてスモック、はい、スモックが、ね、同じく、まあ、定番のスモックが3型、はい、こちらスモックロングスリーブ、お値段31,900円、カラーがダークネイビー、チャコール、ブラックの3色、こちらもサイズ1と2の2サイズとなっております。基本的にサイズ感は前回出したものと変わらない、うんうん、まあ、いわゆる袖もこうアクションプリーズ入っていて、まあ、ただデザイン的にはこっちはジップついてるよっていうデザインですね、うん、なので、まあ、この辺の台座のものの T シャツの上に着るとか、はい、もしくはこのロンティーの上にも着れちゃうサイズ感なんで、そういう組み合わせでもいいし、逆にだから、組み合わせ的にはこういう組み合わせでも着れちゃうわけですよ、上がウールで、うんうんうん、はい、逆もしかりですけど、はい、なので素材違いでこう組み合わせをすることによって、まあ、ナイロンだとスポーツすぎちゃうから、ちょっとウールのこの素材を入れるっていうのが結構真骨頂って感じですね。はい、僕の好きな大好きなスタイル、まあ、TPO 的にもなんかこうこのサイズ感でちょっと綺麗であれば、少し夜パーティーとかあったりとか、うん、なんかちょっとドレスまでいかないけどドレスで着れるじゃないですか。でもさすがにナイロンセットアップで
パーティーみたいなのはちょっと難しいから、うん、やっぱりそういうのに同じシルエットでそういうところにも行ける、しかもまあ、あの、なんていうんですか、大人な雰囲気も出せるっていうのが、あの、結構あんまりないんですよ、ぶっちゃけ言うと、うん、はい、なのでそういうところをやっぱり解消してくれるのが、まあ、このシリーズ、と、はい、まあ、この後スペシャルがそうですね出ますんで、はい、そういうコンセプトのものでやってるスペシャルが、金曜日ぐらい情報公開、そうですね、明日情報が解禁されますので、はい、いろいろと仕込んでるものあります、はい、はいはい、で、まあ、こちらがあのアントレースのタイプの、ウールウォッシャブル、ストレッチが入った定番のパンツですね、はいはい、こちらが税込み 48,400円で、カラーもサイズも同様、ダークネイビー、チャコールブラックの3色、サイズが1と2の2サイズになっております、はい、結構これもすっごいいい感じですよ、はい、もう落ち感がすごくいいんで、はいはい、まあ、どれもこれもおすすめなんで、ね、まあ、あのちょっと変わり映えがしないっていう問題は大丈夫ですかね、まあ、僕は大丈夫なんですけどまあ、なんで今シーズンはだからシャツとかポロシャツとか入れてるんですよ、うん、とか、なんか普段あんま入れないこう、ね、ボーダーとかを入れてるのは、まあ、そういうシルエットとか普段の感じはあんま変わらないんだけど、やっぱりちょっとこういうワンポイントで入れると変わるよっていうものを今回はベーシックシリーズで足し算して、うん、まあ、ベーシックのものも結構買いやすいし使いやすいじゃないですか、ちょっとしたあの色の違い、サイズ違いし、あのシルエット違いとかあるし、うんうんうん、ちょうどあのですね、あ、コメント読んでも大丈夫ですか、はい、はい、着用されているシャツはスラックスにも合いそうなサイズ感でしょうか。そうですね、まあ、細身のスラックスにはあちょっと上は少し大きいかなと思いますので、うん、割とワイドめなスラックスの方がいいかなと思いますね。なので、まあ、ワイドめって言ってもじゃあどんだけワイドなんだみたいな話もあると思うんですけど、まあ、サイズ的に結構タプッとしてるので、サイズは僕これ L 着てますけど、スラックスに合わせるんだったら M でいいかなって感じですね、うん、M だったら全然大丈夫、L だったらこれぐらい太めのパンツに合わせるって感じですね、はい、僕はスラックスに合わせると思います、はい、この辺のシャツは、はい、M で、はい、M サイズがおすすめですね、はい、ありがとうございます、はい、では以上ですかね、はい、以上です、はい、ダイオアピアは、ちょっと繰り返しになりますが、来週の火曜日3月の26日にアーバンリサーチのオンラインストアで発売となりまして、アントレースに関してはあさって土曜日3月22日に、アーバンリサーチのオンラインストアと、あとダークネイビーのみ、アーバンリサーチ ID ルミネスト新宿店で発売となりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、では大丈夫そうですかね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。